さん、こんにちは。あれ、今日見えてますか？すごい、あれ、今日は福田さんで。あれ、なんでだろう。あ、これでも、見えてる方もいてはるのかな？じゃあ。すごい。まあ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 、そんな感じですな。まあでも、一旦、ちょっと仕切り直しましょう。一旦仕切り直させてもらいます。そうですね。はい。見えてない人もいるようです。OK です。ちょっとだけお待ちください。すみません。改めまして、三条雷調査隊、イエイ。え、今度こそ大丈夫です？あ、見えてます。やったやった。え、最初カクカク止まっていたからズレがあるよ。ちょっとズレちゃってるかもしれないですね。ちょっとなんか本日もネット回線の方が芳しくないみたいで、でも頑張っていくんでよろしくお願いいたします。いや、本当嬉しいです。ちょっとすごく不安で仕方なくて、本当ブログで更新急にやったんですけど、入ってきていただいて、あ、すごい、スムーズに見れたり止まったりする方もあるんですね。うん、まあまあ気持ちは常にスムーズにお届けできるように頑張るんで、よろしくお願いします。あ、よかった。あ、そう、じゃあ改めて、片谷つかつさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。はい。あ、いろいろいっぱい入ってきていただいております。ミツバチハッチさん、改めまして、こんにちは。さっき届いてなかったかもしれないですもんね。はい。ありがとうございます。ひでかつさん、こんにちは。ありがとうございます。わざわざ、今日ちょっと寂しい雰囲気ですけど。あ、福田さん、そしてありがとうございます。ちょっと、ビーム今日いないんですけど、てか、さっきも言ってたんですけど、みんな辞めさせました。はい。で、オーディションするんで、服装が個性的じゃない方、ギャルじゃない方、お風呂にちゃんと入る方、募集してます。はい。ぜひそういう方は、我だっていう方は、じゃんじゃんチャットに参加してください。はい。今日はもう1時間、おしんの日です。はい。見苦しいかもしれないですけど、私の日なので、じゃんじゃん絡んでくださいね。よろしくお願いします。超不安なんで。すごい、こんな昼間なのに600人も見ていただいております。ありがとうございます。ちょっとなんか変なやつだなと思ってます。思われてる方も多いと思うんですけど、一応この番組改めて、紹介させていただきます。雷調査隊、もともと浅草を調査させていただいてたんですが、そこから、東京の街を進出しました。東京の人、食、歴史、文化、そういったものを調査する、情報番組でございます。まあ、見ての通り、台本はございません。なので、フリーに楽しく皆様と盛り上がっていきたいなと思っておりますので、1時間よろしくお願いいたします。はい。で、先週、これ早速行っちゃっていこうかな。そう、先週の金曜日ですね、お宝屋さん、買い取ります。ブランド物を着て、
古銭、なんかいろんなもの、刀とか、買っていただくところですね。お宝屋さんの、駒込店、駒込染井銀座店の方にお邪魔させていただきました。はい。みんな、ここ、思ってきたものを持ってきたんですけど、あ、すごい。ありがとうございます。そう、おのおの持ってきて、なんか、何売るっていうか、物を売ったこともない分、何を持っていっていいのか分かんなかったんですけど、なんか、教え祭りですよ。そうです。なんか、みんなおのおの悩みつつ持ってきたものが、そう、見ていただいた方もね、いたと思うんですけど、私も、実家から、それとなく持っていったもの、25万でした。すごくないですか ?25 万ですよ。いや、大変だな。すごい、嬉しいな。門井塚さん、おしんさん一人ということで、お急ぎで駆けつけてきました。嬉しい限りでございます。本当に嬉しいです。もう、まだ心臓がバクバクしてるんですけど。相変わらず、もう約1年ぐらいもうすぐ経つんですよ。経つんです、この番組。そうなんです。もう、かれこれ10ヶ月、11ヶ月、なりますね。もう6月最後ですわ。もう、なれへんな。本当に。まあ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 。そうそうそう。皆さん、行かれたことあります？なんか、ブランドもんとかって皆さんお持ちですかね？ん？門井塚さん。新メンバーに、おしんさんの事務所の後輩さんを新たに選んでみてはいかがでしょう？うん、そうですね。頼りになれる方を。まあ、正直おしん一人では、今のようにテンパっちゃうんで。そうですね。いいかもしれない。ちょっとこんなん言ってて大丈夫かな。すごい不安やけどが、はい。ちょっと検討してみます。早速。そうそうそう。お宝屋さんなんか、貴金属とか刀物を、まあ、取り扱ってるところなんですけど、本当お札、古いお札とかも置いてあるお店で、リアル、テンパりました。くまちゃんが、ワールドカップのコインを持ってきてて、記念メダル、メダルかな？じゃあ、それが4、5万で売れて、あの子普通にその場で解禁してましたからね。その後全然おごってくれなかったんですよ。いやらしい男ですよね、ほんとに。勝手に言っちゃってる。ひでかさん、手に汗握る1時間をお楽しみに。ほんとに、皆さんも楽しんでください、ほんとに。刀があったんですか？刀は見せてもらったんですよ。自分らは持ってはなかったんですけど、実際、なんて言うんですか、ちっちゃい、わかりにく、短い刀を、ドスを見せてもらって、なんか、クマちゃんらとかこう、ビームとか一生懸命こう、かっこよくやってました。本当に。実際に買い取った商品ですね。そうですね。お宝屋さんは、買い取り専門なんですね。そうなんです、そうなんです。そこで販売はしてないんですけど、使わなくなったものであったりとか、まあ、でもリサイクル店とはまた違うんで、あれなんですけど、なんか家にある小判とか、なんかこう、眠ってるもの、ほんと切手とかでも、ほんと何でも買い取っていただいて、で、ちゃんと、まあ、誰かさんは、ドバイの砂を持ってきてはったんですけど、まあ、私も石鹸、エイブルさんからもらった石鹸持ってってる時点で人のこと言えないんですけどね。ああ、25万の、そう、ネックレスは、売らなかったです。さすがにね、実家から勝手にかっぱらってきたんで、なんか、ね、ちょっとやばいかなって思って、ちょっと大事にそこは謙虚に行きました。はい。ブランドも、あんまでもね、
好き嫌いありますもんね、ブランドもんって。本当に。私も全く持ってないです。てか、なんか正直、あんまり興味がない人なので。ブランドものより、ダイヤとかプラチナとか、金属も。あ、そうですね。そういう、なんか、ね、ダイヤとかプラチナとか貴金属ですね。金、銀とかはすごく高価になんか買っていただけるみたいで。で、なんかもう、イヤリングとかも、なんか壊れてるとかでも、それでも買い取ってくれるんですよ。なので、ぜひとも、家に溜まってるものを、皆様、お宝屋の駒込店です。駒込店に行っていただいたら、すごく優しい店長さんが、待ってはるんで、ぜひとも。あの後ですね、サインを頼まれて、で、今まで雷の時って、4人とか、そのメンバー全員で一つのサインとか書かせてはもらったこともあったんですけど、今回直々に一人一枚の色紙を渡してもらって、もし、駒込店さんに行っていただければ、4人のサインが並んでます。並んでくれてるはずです。並んでると思います。なので、ぜひとも駒込店さんに、お宝や駒込店に、物をお売りください。お売りくださいって。でもなんか出張で、なんか、無料で、なんか、買い取りっていうか、審査じゃない。なんか、見てもらえるらしくて、鑑定してもらえるらしくて。だからもし、郵送とかでも、送ってもらって、着払いしてもらって、で、金額を出して、合わなかったらそのまま、お客様の元に戻します、みたいな。OK だったら、そこでお金渡します、みたいな。なんか全部すっごい優しいところなので、ぜひとも。秀勝さん、アディダス好き。でもアディダスいいですよね。私もちっちゃい頃、筆箱めっちゃアディダスとかしてました。アディダスいいですよね。でもブランドってでも何なんだろう。スポーツメーカー。まあ確かにそうですよね。アディダスって。貴重なものこそね、売れないんで、なんか、まあ使わなくなったなっていうものを、やってもらえたら、いいんじゃないですか。いいと思います。それが一番の狙いなので、アディダスいいですね。そうそう。なんかもう、だいぶなんか落ち着いてきたんですけど、こんなフリートークでいいのかなって。一人だと会話するのが本当皆さんが頼りなので、人を頼りにしてる場合じゃないですよね。で、お宝屋さんで、商品売らせてもらった。体調は本当4、5万のメダルを売って、その場で、取り替えてもらってたんですけど、まあ、さっきも言った通りに、おごってくれずそのまま持ち帰って、もう、そう、ビームが切って売ってました。なんかビームのお母さんがすごい切手を集めるのが好きみたいで、まあ、なんか年代物古いからいいっていうわけではないみたいですけど、でもやっぱ貴重なものっていうのはすごく値が張るみたいなので、そういう切手とか眠ってる方はぜひとも売ってください。売ってくださいっていうか、1枚ぐらいちゃんと記念で残した上に、ちょっとこれはいらないかなって思ったものは売ってあげていただけたら、お宝屋さんも喜びます。はい。で、そっから紹介してもらって、で、今週も金曜日、ちょっと行っちゃいますよ。お肉。肉肉しいですよね。